始めよう。これでいいのか？負けねえ。めぐみは俺と特訓だ。何の特訓ですか？そうだな、せっかく俺とやるんだし、体格差のある相手との戦い方だな。体格差ですか？リーチの長さとか攻撃の重さとか他にもいろいろあるが、そのあたりを考慮した上で戦わないといけないからな。呪霊でも大きいのはいますし。そういうことだ。動きが身につくまでガンガンしごいていくぞ。手加減しないでくださいよ。心配するな。慎重に行こう。投げろ。先手を取る。はっ、近接もできるんだよ。うわ、はい、うわ、うわ、飛び込む。攻める。うわ、投げた。あのことやめれ。うわ、うわ、さあ、いけ。体を込め込め。あのことやめれ。うわ、チャンス！怒っちゃう！よっ！やっちゃうよ！投げろ！気分も持ってきた！投げろ！やってみせる！よしにはなしだ！失礼！見せてやるよ！領域展開！剛腕エーテ！広げろ。術式の解釈を。大した怪我もなく終えられた。余裕だ。結構慣れてきたんじゃないか。そうですか。これで俺みたいなでかいやつを相手にしても大丈夫だな。呪霊はまだしも、パンダ先輩並みの体格の術師を相手にすることなんてありますかね。そう思ってると案外すぐに相手にすることになったりするんだよな。縁起の悪いこと言わないでください。始めよう。これでいいのか？負けねえ。ジグロ、あんたも休憩？お前のか？こっちとらマキさんたちもしごかれまくってんのよ。休憩もしたくなるわ。あんたは？こっちはパンダ先輩だ。動きが身につくまでやるって言われて結構した。お疲れ、二人とも。五条先生。二人とも疲れたでしょう。休みたい？それ言うときって大抵ろくなことじゃないのよね。分かってるじゃない。疲れてる君たちに僕との特訓をプレゼント。やっぱりか。本気ですか？僕はいつだって本気さ。一体何の訓練？ちょっと伏黒、あんたやるつもり？今からやるのは術式の訓練。2年のみんなとやってたのは近接の訓練ばかりで、
術式の特訓はしてないでしょ。それはそうだけど、こっちが満身創痍だったとしても敵が待ってくれるわけじゃない。釘崎、やるぞ。くそ、分かったわよ。釘崎、油断するなよ。いい機会だし、ぶん殴ってやるわよ。遠慮なんかせずに、バンバン術式使っていいよ。慎重に。この面へこませ。やるな。下げる。ほら、今急がせ。投げろ。やるな。センスあるね。投げろ。よし。下げる。逃がさないよ。攻める。これで本気？打ち上げるよ。まだ本気じゃない。スネーク、やるな。やるな。攻める。遅いよ。ここだ。攻める。よし。はっ。計算通り。めんどくせえ。報告するぞ。へいへい。どんな面だ。こんなもんかな。お疲れ。どうしたの？二人とも。見てわかりませんか。ここまでやらなくても。甘いよ。そんな覚悟じゃ。僕に勝てるくらいに強くなれないよ。釘崎、もう一回やるぞ。はぁ？やらねえなら俺一人で。何言ってんのよ。さっき二人でやられたばっかなのに、あんた一人で勝てるわけないでしょ。行くわよ、もう一本。お願いします。いいね、その調子だよ。どの任務がいいかな。始めよう。随分と穏やかだね。ジョーゴはどうした？ゲト瀕死。花見が助けに入ったから多分大丈夫じゃないかな。無責任だな。君が焚きつけたんだろう。とんでもない。私は止めたんだよ。噂をすれば。ジョーゴ、花見、無事で何より。どこをどう見ていっている。それで済んだだけマシだね。これで分かったと思うけど、五条悟は叱るべきとこ、叱るべき場所、こちらのアドバンテージを確立した上で封印に打つ。決行は10月31日渋谷。詳細は追って連絡するよ。いいね、マヒト。異論ないよ。狡猾に行こう。呪いらしく。
人間らしく。どの任務がいいかな。始めよう。これでいいの。勝つぞ。呪術師をやっていると呪霊だけじゃなく呪術を悪用する呪詛師と戦わざるを得ないこともある。そういう時のためにユージには術師との戦い方を教えよう。やっぱり術師によって対処の仕方が変わったりするの？呪術は多種多様だからね。術師の数だけ戦い方があると思ってくれていい。でもある程度は絞られる。詳しいことは実際に戦いながら教えよう。おっす、よろしくお願いします。おっしゃ、怪我しても死んないよ。いいね、その意気だ。さあ先生。今忙しいんだ。まだまだ。こっちこっち。当たってよ。止まんなくて。ついてくれる？打ち上げるよ。今忙しい。止められる。この地獄だ。僕についてくれるかな。やるね。感覚ついてくれる。見切った。打ち上げる。これ何だ。前に行け。ガーテン。余裕さ。マジで問題ない。俺にしろ。なんとも。俺に任せろ。お祈りするんだ。行くよ。よいしょ。走らないと。あんな。国戦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 。めんどくせえ。へい、楽勝。楽勝。くっそ、全然歯が立たねえ。やっぱり東條先生は強いな。ユージの呪力はさ、遅れてやってくるね。遅れて？ユージの瞬発力に呪力が追いついていない。呪力をとどめる技術も未熟だから奇跡に残りがち。それが逆に変則的な呪力の流れを作ってる。拳が当たったと認識した直後に呪力がぶつかってくる。つまり一度の打撃に二度のインパクトが生まれる。かっこいい。なかなか狙ってできることじゃない。これは大きな武器になる。ユージの成長が楽しみだよ。やる気出てきた。
じゃあ僕この後用事あるから。任務？大した用じゃないさ。ユージは引き続き練習しててよ。どの任務がいいかな。始めよう。これでいいのか。いいぜ、やってやるよ。お前ら特訓を続けるぞ。今度は負けた方がパシリな。なんでそんな。ペナルティがあった方が燃えるだろう。もう確かに勝てばいいだけの話ね。お前ら二人で来ていいぞ。かかってこい。私から一本取ってみろ。いけんのか、分析。誰に言ってる。任せろ。私の番だ。覚悟しな。右だ。おい、置いてるぞ。よそ見すんな。右だ。まずは肩慣らしだ。肩受けねえ。右だ。てめえの攻撃は見切った。つくこっちだ。こんなのはどうだ。よし、肩慣らし。手加減しねえぞ。やるな。私の実力はこんなもんじゃないわ。右だ。おい、よし。少し本気を出そうかしら。置いてくぞ。たたりかけろ。体が軽い。行け、行こめ。やるな。こっちだ。手加減しねえぞ。行け、行け。笑えるな。おい、やめろ。飛ばす。体が軽い。右だ。よし、うっと。やめろ。高速だ。置いてくぞ。行け。ごめん。行け。よし。右だ。ゾール。ナイス連携。高速だ。こんなのはどうだ。動けねえ。こんなのはどうだ。よそ見すんな。動けねえ。手加減しねえぞ。当てる。よそ見すんな。気をつけ。足をすみろ。なんかスピードが出せねえ。いけ、こっちだ。気をつけ。でかい。やるな。でな。よし。再びかける。置いてるぞ。右だ。私をなめ。まずは一人だ。右だ。よし。かよんな。行くめ。大したことねえ。手加減。やるな。高速だ。よし。こっちだ。手加減しねえぞ。なめんな。気をつけ。
高速弾右だ。笑えるな。急がせずに笑えるね。ナイス連携。こんなのはどうだ。やめ、広がれ。手加減しねえぞ。これを使うのは胸クソ悪いけどな。特急術ユーン。覚えときなさいよ。そんな攻撃かすりもしねえよ。このくらい余裕だっつの。私の勝ちだな。約束通り買ってこい。わかりましたよ。自販機まで遠いわね。オスマキ、特訓中か。あり？一年ズは？パシッタ。大丈夫か？3歳児じゃねえんだ。お使いくらいできんだろ。いや、そうじゃなくて、今日だろ、京都校の学長が来んの。来てるっていうのか、マイコ。どの任務がいいかな。始めよう。これでいいのか。負けねえ。なんでこっちいるんですか、全員先輩。いやだな、伏黒くん。それじゃあマキと区別がつかないわ。マイって呼んで。あなたたちが心配で学長についてきちゃった。同級生が死んだんでしょ。辛かった。それともそうでもなかった。何が言いたいんですか。器なんて聞こえはいいけど、要は半分呪いの化け物でしょ。死んで先生したんじゃない。はい、どうでもいい話を広げるな。俺はただこいつらが乙骨の代わり足りうるのか、それが知りたい。伏黒どうだ。いいか、どんな女がタイプだ。カッパとケツがでかい女がタイプです。なんで初対面のあんたと女の趣味を話さないといけないんですか。性癖にはそいつの全てが反映される。答えろ伏黒、どんな女がタイプだ。別に好みとかありませんよ。その人に揺るがない人間性があれば、それ以上は何も求めません。やっぱりだ。退屈だよ、伏黒。伏黒！慎重に行こう。薄っぺらいんだ、体も女の好みも。例に漏れず退屈。くそ、なんてパワーだ。うっ、まだだ。素早く切り込む。うわ、何が起こった。投げろ、投げろ。はっ、アドゴト破れ。引っ込め、アドゴト破れ。待
モードだ。行け。さあ、行こめ。合わせろ。やってみせろ。投げろ。何したか。攻める。チャンス。うわ。ほら。まま。合わせろ。逆転だ。うわ。計算通り。高田ちゃん。大した怪我もなく終えられた。やる気がまるで感じられん。下手に出てりゃ偉そうに。そこまで言うならやってやるよ。動く。何やってんの。久しぶりだな。なんで交流会まで我慢できないかね。帰った帰った。大きい声出すぞ。言われなくても帰るところだ。うちのパシリに何してんだよ、マイ。あら、落ちこぼれすぎて気づかなかったわ、マッキー。落ちこぼれはお互い様だろ。お前だって物に呪力を込めるばっかりで、術式もクソもねえじゃねえか。呪力がないよりマシよ。上ばかり見てると首が痛くなるから、たまにはこうして下を見ないとね。おろしたてのジャージにバカすか穴開けやがって。てめえのその制服を置いてけよ。帰るぞ、マイ。楽しんでるようだな。冗談、私はこれからなんですけど。ダメだ。お前と違って俺にはまだ東京に大事な用があるんだよ。高田ちゃんの怖くがな。乗り換えミスってもし会場にたどり着けなかったら俺は何しでかすかわからんぞ。ついてこい、マイ。もう勝手な人。あんたたち交流会はこんなもんじゃ済まないわよ。何勝った感出してんだ。やめとけバカ。ねえマキさん、さっきの本当なの？呪力がないって。本当だよ。だからこのメガネがねえと呪いも見えねえ。私が使うのは呪具。初めから呪いがこもってるもんだ。じゃあなんで呪術師なんか。嫌がらせだよ。見下されてた私が大物術師になってみろ。家の連中どんな面すっかな。私はマキさん尊敬してますよ。あ、そう。がいいかな。始めよう。矢賀はまだかね。矢賀学長はしばらく来ないよ。嘘のスケジュールを伝えてあるからね。その説はどうも、学願寺学長。ホッティ、その説とは。とぼけんなよジジイ。虎杖雄二のことだ。腰は一刀のあんたも一枚噛んでんだろう。昨晩未登録の特級呪霊2体に襲われた。それは災難じゃったの。勘違いすんなよ。
僕にとっては街でアンケート取られたくらいのハプニングさ。その呪霊たちは意思疎通が図れたし、同等級の仲間もまだいるだろう。敵さんだけじゃない、係に乙骨、そっちの東堂、生徒のレベルも近年急激に上がっている。去年の夏藤傑の一件、そして現れた宿儺の器、あんたらがしょうもない地位や伝統のためにせき止めていた力の波がもうどうしようもなく大きくなって押し寄せてんだよ。これからの世代は特級なんて物差しじゃ測れない。牙を剥くのが僕だけだと思ってんなら痛い目見るよ、おじいちゃん。少しおしゃべりが過ぎるの。おお、こわ、言いたいこと言ったから退散しようっと。ああ、夜間学長は2時間くらいで来るよ。じゃあねー。俺が見えるんだ。チャプターが解放されたぞ。どの任務がいいかな、どの任務がいいかな。始めよう。これでいいのか、これでいいのか。さっさと終わらせるわよ。お、マキ、お疲れ。恵みは無事だったぞ。というか、どうしたんだ、ノバ。ボロボロだな。シャケ。前にやられたんだと。あっちは飛び道具持ってたし、こっちは武器がなかったのよ。じゃなきゃこんなになってないわ。それは災難だったな。襲われようが手ぶらだろうが返り討ちにできる力が欲しい。お、燃えてるな。最終的に信じられるのは斧が肉体ね。ちょっとあんたたち、相手しなさい。近接戦闘の特訓よ。今から？ちょっと休まなくて平気か？今じゃなくていつやる？今よ。やるしかなさそうだぞ。お前ら頑張れよ。1対2で負けたらみっともねえぞ。どうした？ビビってんのか？トゲ、準備はできたか？シャケ。ほんじゃ、やりますく。タケナ。そのスラへこます。タケル、火だらけ。ぶっ飛ばす。タケル、私の実力はこんなもんじゃないわ。なめんな。なめんな。追い詰める。突き出しで攻める。本気を出そうかしら。こちらに風穴開けてやる。立てる。せいや、追い詰める。立てる。
広がれ。で、立てる。ね。電撃です。広がれ。コントロールなめんな。広がれ。ぶっ飛ばす。かからさく。よっと。かけ。流し込む。追い詰める。電撃で攻める。止める。広がれ。立てる。飛ばす。直接流し込む。数霊呪法。重力が足りないわ。広がれ。飛ばす。見てくださいるぞ。ガス欠よ。負ける気はねえぞ。立てる。電撃で攻める。どれ。避け。ぶっ飛ばす。こう避け。広がれ。電撃で攻める。当てる。ぶっ飛ばす。当てる。どれ。当てる。ぶっ飛ばす。当てる。ぶっ飛ばす。けっ。腕かっ。やめろ。ぶっ飛ばす。当てる。見てた。あれ。当てる。もう入れる。ぶっ飛ばす。立てる。どれ。負ける気はねえぞ。私の方が上ってことね。つな、おかか。もうちょっと根性見せなさいよ。余裕に決まったんでしょ。なんだこの気迫。筋子。ふぅ、すっきりした。あぁ、おろしたてのジャージ、もっと汚れちゃったじゃないのよ。そこまでは知らん。次はもっと可愛いの顔。絶対穴なんて開けさせないわ。どの任務がいいかな。どの任務がいいかな。始めよう。嫌いな人間が死ぬボタンがあっても多分押せない。でも僕のことを嫌いな人間が死ぬボタンなら迷わず押す。君たち
マナーは守ろうね。なんだこれ、こんなこと人にできるのか。できたとしてそれは本当に人なのか。あの映画館のあなたがやったんですか。へえ、君、俺が見えるんだ。やったのが俺ならどうする？責める？彼らは君にとって特別だった？僕にも同じことができますか？始めよう。これでいいのか。仕事の時間ですか。私もあなたを術師として認めていない。スクナという爆弾を抱えていても己は有用であると、そう示すことに尽力してください。俺が弱くて使えないことなんてここ最近嫌というほど思い知らされてる。でも俺は強くなる。強くなきゃ死に方さえ選べねえからな。監視カメラには何も映ってなかったんだよね。ええ、被害者以外は少年が1名のみです。じゃあ犯人は呪霊？まあそうですね。呪霊がいますね。虎杖君、やれますか？勝てないと判断したら呼んでください。ちょっと舐めすぎじゃない？俺のことは。舐める舐めないの話ではありません。私は大人で、君は子供。私には君を自分より優先する義務があります。君はいくつか視線を越えてきた。でもそれで大人になったわけじゃない。小さな絶望の積み重ねが人を大人にするのです。義務を果たしましょう。私の術式はどんな相手にも強制的に弱点を作り出す効果があります。7対3、対象の長さを宣言したけど、この比率的に攻撃を当てることができれば、クリティカルヒット、私より格上の相手にもそれなりのダメージを与えることができます。そういうのってバラしてもいいもんだね。メリットはあります。手の内を晒すという縛りが術式効果を底上げするのです。よっ、本気で取り組みましょう。避けられますよ。これで帰らせてもらいます。さて、ソロ、帰宅の時間です。真面目にやらない人は嫌いです。こんなものでしょう。こんな風に。
私からは以上です。どの任務がいいかな。始めよう。これでいいのか。勝つぞ。板取君、後ろ。え？よそ見は感心しませんね。話しかけたの誰？磁力がぶつかってくる。つまり一度の打撃に二度のインパクトが生まれる。ぶっ飛べ！この磁力だ。ぶっ飛べ！まだ拾える！てっ！俺に任せろ！素の力が人間離れしているのか。伸びしろもある。 100% の体術に 100% の呪力を乗せられる。あの人が連れてきただけあるわけだ。これを。虎杖君、とどめは待ってください。これを見て。呪霊ってこういうの映んないんじゃ。落ち着いて聞いてください。私たちが戦っていたイエイリさんからの報告によれば、やはり先ほどの2体は呪術で体の形を無理やり変えられた元人間とのことです。死因は体を改造させられたことによるショック死。虎杖君が殺したんじゃない。そこを履き違えないようとのことです。はい。どっちもさ、俺にとっては同じ重さの他人の死だ。それでもこれは趣味が悪すぎだろ。この子は他人のために本気で怒れるのだ。あの残影自体ブラフで、私たちは誘い込まれたのでしょう。相当なやり手です。これはそこそこでは済みそうにない。気張っていきましょう。お！真人さんは何の呪いなんですか。人間。俺は人が人を憎み恐れた腹から生まれた呪いだよ。どの任務がいいかな。始めよう。
これでいいのか？仕事の時間ですか。出てくるならさっさとしてください。異形手遅れとはいえ、人を殺めるのは気分が悪い。いやー、よかったよかった。五条悟が来ても困るけど、あんまり弱いと実験にならないからさ。残業は嫌いなので、手早く済ませましょう。魂と肉体、どっちが先だと思う？早めに上がります。肉体に魂が宿るのか、それとも魂に体が肉付けされているのかな？答えは後者。いつだって魂は肉体の先。肉体の魂の形に。もう分かったでしょ。俺の術式は魂の形、その形を変える。ガラリ飛ばします。よし、取られました。本気で取り組みましょう。魔獣コン横です。力コンボをつなぐよ。魔獣コン これで君の形よ。頭が空いてます。こっちです。失礼、走ります。失礼、これで帰る。よこです。そろそろ時間です。吹き飛ばし、取られましたか。甘い考えです。吹き飛ばします。これで帰らせてもらいます。走ります。頭が大回転。こんなのは大回転。走ります。頭が空いてます。足を取られましたか。横です。骨の形を。そろそろ時間です。失礼、邪魔です。足を取られました。横です。これで帰らない。足を取られました。殺すための形を。頭が空いてます。そろそろ時間です。そろそろ時間です。横です。失礼、こっちです。足を取られましたか。ギリギリ追い詰めたと思いましたか。惜しいな。ギリギリの戦いはこれからです。耐えられるかな。限界まで。こっちです。足を取られましたね。限界まで。走ります。さあさあ、ギリスを仕留める。なんとか片付きました。あんた何級？一級。強いわけだ。
実験体としてはベスト。俺は運がいいね。感謝するよ。多少は無意識に魂を呪力で覆っているようだね。まああと2、3回触れて人間やめさせてあげる。どの任務がいいかな。始めよう。母ちゃん、いい人だな。うん。虎杖君は呪術師なんだよね。人を殺したことある？ない。でもいつか悪い呪術師と戦ったりするよね。その時はどうするの？それでも殺したくはないな。なんつうか、一度人を殺したら殺すって選択肢が俺の生活に入り込むと思うんだ。命の価値が曖昧になって大切な人の価値までわからなくなるのが俺は怖い。魂が汚れてしまうなら僕に人は殺せない。やだ、寝ちゃった。ユージ君もう帰っちゃったかな。ん？何これ？指？いいかな。始めよう。これでいいの？仕事の時間ですか。こんなもんか、一級術師。よく逃げ回ったけど、いろいろと限界でしょう。残念ですが、ここからは時間外労働です。私の術式は対象を線分した時、7対3の比率の点を強制的に弱点とするのです。そしてこの術式は生物以外にも有効です。術式の開示だね。ここからです。残業代は後で請求します。1つ全身を一撃で粉々にする。
そろそろ時間だ。邪魔です。足を取られましたか。体に満ちるのを感じるよ。横です。これ今度をつなげよう。今度をつなぐ。小さくずっと横です。コンボをつなぐ よ。これで帰らせてもらいます。無駄です。これでコンボをつなぐよ。コンボをつなぐよ。頭コンボをつなぐよ。こっち横です。足を取られます。そろそろ時間だ。失礼。頭が空いてます。コンボをつなぐよ。邪魔です。失礼。これで帰らせてもらいます。横です。取られました。これで帰らせてもらいます。さて、ソロ帰宅の時間です。真面目にやらない人は嫌いです。こんなものでしょう。捕獲情報ガラガラ。赤い人の対象に呪力を込める拡張術式。相打ちバッグの広域攻撃。これはさすがに避けた方がいいかな。一旦退きます。足早く治した方がいいです。お互い生きている。また会いましょう。どの任務がいいかな。始めよう。これでいいのか。勝つぞ。呪いを呼び寄せる呪物なんだ。なんでそんなものがうちに。骨と金さえあれば人なんて簡単に呪い殺せるんだよ。心当たりはないかい。君や母親を恨んでいる人間、もしくは金と暇を持て余した薄暗い人間。君の考えている絵図が描けるといいね。大丈夫じゃないかな。純平が宿儺の器を引き当てた時点で流れはできてるんだ。二人をぶつけて虎杖悠仁に宿儺悠依の縛りを課す。Thank you.
口から出た言葉は全て嘘だったんじゃないかと思えるくらい腹の底から出た本音。ぶっ殺してやる。倒す。君じゃ俺に勝てないよ。さっさと変わんないよ。少なくさ。無意転変。俺の魂に触れるか。共に腹の底から小僧を笑った仲だ。一度は許す、二度はない。武をわきまえろ、知れ者が。